はい、どうもおはようございます。こんにちは、こんばんは、くのみです。はい、このゲームは初参加です。のぶりんです。おせよ、ほねがっぱです。電気ヒーターのコンセントが焦げてて命の危機感じました、ジルエレフです。はい、というわけで今回は前回やったロケットリーグのシーズン2かなが来たんで、やっていきたいと思います。イエーイ、やっていきましょう。デイ、さあ始まりました、ロケットリーグお好みマッチ。実況は私、ゆずぽんことゆずむらぽんたがお送りいたします。第1試合のスタジアムはアーバンセントラル、天気は雨がばらついております。果たしてどんな試合になるのでしょうか。まもなく試合開始です。さあやっていくか。待って、なんか違うチーム、あ、チーム同じか、よかった。なんか自分の緑でも分かんなくなった。さあ試合スタートです。今回のブリン選手は初めてのロケットリーグの参加となります。見てないのかノブリン。あ、やばい、見てないの、やばいよ、無理だ。おっと、ここで実況メンバーにもかかわらず今までの動画のチェックをしてないことがノブリンに発覚。まずはちょっとムズすぎる。そして壁を何を回転してんの。やばいやばいやばい、入る入る入る。ナイス。おっと、見えないところで遠くで骨がっぱがゴール。めっちゃ慎重に入れてるから。いや、うまいな。タイミングちょっとずれたか、もうちょっと遅らせればジャンプで止めれたか。意識ぞ。いや待って、行き過ぎた、危ねーって。やばくない、あれ入るね。 あ、大丈夫か。やば、まあいいか。ご飯がね、炊けたんですよ今。ピーピーって音入っちゃったと思うんですけど、後でご飯を食べようと思います。ほら行け。当たらなかった、ちょっとバウンドに当たってなかった。あー、シュート。おっと、ポストに阻まれる。そしてなぜかボールの周りをぐるぐる回転し始めた。ちょっと待って、ちょっと待って。おっ、ハットボール。オッケー、ゴールで押しただけ。ちょっとやばいな。さあリプレイで確認していきましょう。ボールの周りをぐるぐるからのナイスゴール。さあ得点は2対0でございます。果たしてここからジルさんとノブリンに逆転のチャンスはあるのでしょうか。まずい、やばいな、あれは。ナイス。さあ壁際の攻防が続き、お好みがボールに一直線加速化して、ロングシュート。狙いを済ませて加速を使っていきました。ここなんだけど、いいシュート。いやー、いいな。嬉しいね。ダメだ今回。こうして回せるだけだな。さあ点差は3対0。試合は後半戦へと差し掛かっております。果たしてここから逆転なるか。おっと、ここでノブリンがフリーでボールに詰めていくが、ドリブルができない。お好みがすかさずカットを入れるが、ボールがフリーに、骨がっぱが爆発。そしてノブリンがナイスゴール。空いたボールをすかさずノブリンが詰めていきました。よく見ていました。これキラーある、キラーある。さあ3対1のまま試合は最終局面を迎えております。果たしてこの試合あと2点を青チームが逆転することはあるのでしょうか。おっと、しかしここで無情にもカウントダウンが始まった。3、2、1、試合終了です。危ねー、危ねー、オッケー。ナイス。勝者はお好みと骨がっぱのチームでした。次だ、次、次だ、楽しい。俺何もやってるよ、待って、俺全部ゼロなんだけど。楽しい。お好みお好みお好み焼きじゃないけど、お好みお好み、俺本当はもんじゃ焼きが好きなんだよ。じゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃん。ロケットリーグお好みマッチ第2試合、熱戦の舞台、今回のスタジアムは東京アンダーパス。このスタジアムはサイドに段差があり攻略が難しいスタジアムです。チーム替えを行いまして、まもなく試合開始です。
絶対同じ。ここか。ここか。あ、ごめん。あの、上に1段階あるやつ。さあ、試合が始まりました。特徴的なステージの形を果たして試合の展開に生かすことはできるのか。おっと、ロブリが突っ込んで、まさかそこからゴール。ロブリンジャンプからの華麗なる加速でゴールを決めていきました。やばいぞやばいぞ。本当に初見？初見です。どうもよろしくお願いします。まあ、実はもう100時間くらいプレイしてるだろう。ちょっと待って、なんか初手してる。あー惜しい。さあ試合は早くも1対0、動きを見せております。これはあると俺のチームが負けるチンクスがついちゃう。おっとジルエルフがそう言いつつもボールに詰めてゴール。自分で取り戻していこう。これは敵を油断させるための一言だったのでしょうか。フリーで華麗にゴールを決めていった。このマップ本当や。なぜかマップに文句を言ってるお好み。スタジアムはみんな平等でございます。待って、やばいぞそれ。おっと、ノブリンが、いや、ノブリンうめえな。ノブリンが確実に甘い。ノブリンゴールバウンドしてるボールにぴったり合わせてノブリンがヘディングを決めていきました。むずいな。さあ、試合は1対2。おっと、ボールがゴール側に転がっていく。ジレルフがカットに入るぞ。骨がっぱがそのまま押し込んだ。今のはやばい。さあリプレイです。完全にカットする。あれジレルフはなぜかボールの横をすり抜けていく。僕やめた方がいいか俺このゲーム。このゲームやめた方がいい。さあお好みがボールに一直線。おっと早速クラッシュ。バウンドしてるボールの取り扱いはこのゲームかなり難しいものです。タイミング合わせてお好みが詰める。ノブリンカットに入るがボールに触れない。骨ガッパはなぜか壁に登り、さらにお好みがダメ押しだ。何もしない方が強いかもしれない。今何もしなかった俺。今回のお好みは1対2の状態をうまく使ってゴールしていきました。不利な状態からのゴール、とっても素晴らしい。よし、何もしない方が強い説あるんだけど俺。それはきついよ。いや、さっき何もしないよ。さあ試合は2対3、かなり拮抗したゲームとなっております。おっとゴール際のボールをノブリンナイスクリア。これはうまい。おっとジル LF が画面外でどうやら拗ねているようですが、ここは頑張っていただきたいところ。さあバウンドボール、ここはタイミングが大事だ。お好みが詰めて、なんとそのままゴールだ。どっちもいなかった。さあこのゴールシーンはボールに詰めるお好み、そして避けるジルエレフのコンビネーションゴールとなりました。見えたから避けなきゃって思ったもん。やばい、これ絶対当たると。まずは骨がっぱがクリア。入れ。そこから骨がっぱはゴールに入るとボールに言い聞かせている。おぶれ。しかし無情にもボールはゴールから離れていく。カウンターを狙うがジルエルフのシュートは外れていく。あ、待って、待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 て、果たして骨がっぱの願いは、願いは届いた。いや、さっき俺がかあの決めれなかったのがまずかった。骨がっぱが証明してみせた願いは叶うんだ。願いカットできないからな俺。いや、静かに入ってんな。ちょ待って、やばい。あと50秒で1点決めればいい。さあ2試合目はゴールシーンが多すぎて動画が少し長めになっております。だんだん実況疲れてきた。え、これ入るの？入るの？入っちゃうの？お好みナイスシュート。さあハイライト、ステージの形をうまく利用した素晴らしいシュートです。いやいや、旗相手が13。さあ試合は4対4のまま、残り時間は40秒。果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか。ごめん。またボールの周りをくるくるし始めた。おっと骨がっぱがドリブルからのノブリンが詰めていく。30秒。ノブリンがゴールにボールを寄せていくがジュレルフナイスカット。クリアからの
骨がパガッほら突っ込んできたー、待って、ナイスゴール。いやー今回は骨がっぱの珍しくオラっていう声が聞けたことが何よりも嬉しい。あの子普段はすごい落ち着いてるからね。ちなみにさあ試合はオレンジチームが1点差をつけられて残りは約15秒です。さあここで無情にもカウントダウンが始まった。果たしてここから逆転はありえるのか。なぜ英語じゃなくなったんだ。あと3、2、1になったんだ。試合終了。だ今回の勝者はブルーチーム、モネガッパとノブリンでした。ロケットリーグお好みマッチいかがだったでしょうか。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価、そしてコメントもぜひよろしくお願いします。それではご覧いただきましたサポーターの皆様、おつのみバイバーイ。